はい、どうもありがとうございます。今回の動画は、新ブースターガチャに搭載されているグリズマ、おすすめ育成紹介やっていきます。ショータイムとの比較もやっていくんで、ぜひ最後まで見ていってください。早速、選手詳細見ていくと、176センチ、プレイスタイルが2列目、適正見ていく前線4つに加えて、トップ下と、この5つが適正の選手です。逆足頻度精度は普通と。スキル見ていくと、ダブタ、ライジング、ワンシュー、スルーパス、ピンクロと、前線の選手に必要なスキルは大体揃ってますね。ということでこちらがグリズマおすすめ育成になります。パス4ドリブル12瞬発8スピード12とスカットに組み込むとこのような能力になります。グラパ80乗って決定力も80とSP瞬84ドリブル系能力全部90以上と、この育成ならウィングでもトップ下でもどちらもこなせると思います。キック力も90近くあって決定力も初期能力で80乗るんでほんと優秀だね。はい、ということでこちらがショータイムとの比較になります。全体的にハイライトグリズマの方が能力値勝ってる印象なんですけど、やっぱねオフェセンプラス6に加えてビジョナリーパス持ちなんですよ。かなり強いスキルなんで、ここも踏まえてもやっぱ正体を持ってる方は乗り換えなくていいかなと思います。ただ正体を持ってなくて今回当たった方は当たり選手なんでね、ぜひ先ほどの育成参考に一度はね使ってほしい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。